はい、ゲームコレクターの酒缶です。チャンネル登録よろしくお願いします。今週発売されるパッケージゲームをサイトでチェック。今回チェックするのはソフィーのアトリエ2不思議な夢の錬金術師です。はい、まあ、正直言うとアトリエシリーズ何個かプレイはしてるんですけど、こうやって名前でやられるともう順番もよくわかんないし、どれを自分でプレイしたかも覚えてないけど、多分ソフィーはプレイしてない、してる、わかんないなということで、早速ね、サイトの方見ていこうかと思います。ということで、こちら。一応ね、アトリエ25周年記念作品ということで、まあ、アトリエシリーズっていうと、最初はサターンかな、プレステかな、その辺ですよね。うん。あれ、なんだっけ、最初。最初なんだったっけな。まあいいや。マリーか。マリーとかエリーとかそういう時代から始まってたはずですけども。まあ当時、そうね。なんかゲームショーとかでいろいろね、イマジニアさんが展開してたような気がする。イマジニアさんがね、ゲームボーイアドバンスか。あ、ゲームボーイカラーか。で、フィギュア付きとかやったりしてる。違うな、その前にあれだ。あれ、トレーディングカードとかね、やった。なんかそういう時代を思い出すんですけど。はい。まあまあいいや、ちょっとその辺はどうでもいいとして。まあ元々はガストさんですよね。だから、今、光栄テクモグループにガストさんが入って、今吸収されて、もう完全に、ブランドになってるのかな？社名がなくなって。まあでもまあ、アトリエシリーズが25周年ということでね。まあ、っていうか、こう女性4人いるけど、どれがソフィーかよくわかんないんですけど。はい、すいません。とりあえず行ってみましょう。はい。で、不思議と出会う夢を見た、2022年2月24日オンセール。Steam 版2022年2月25日発売となっています。ということで、ちょっとぐぐっと見てみると、多分遊んでないんだろうな。アトリエシリーズだな。あと、ソフィーシリーズ。ちなみにソフィーのアトリエなんですけども、一作目が2015年に PS4、PS3、PS4、PS ビータで発売されて、2021年に、スイッチ版と PS4 版でデラックスかなが出てるというところからいくと、2は初めてってことですよね。はい。で、今回、ちょっと映像で見にくいんだけど、不思議と出会う夢を見た、故郷、キルヘンベルに離れ旅を続けていた錬金術師ソフィーが体験した数々の数多の冒険のうち、一つの、物語無限世界エルデビーゲで離れ離れになった、相棒のプラフタを探し求めるソフィーの冒険団と、巡り合う仲間たちとの絆と心の継承を描きます。だから一作目の中のストーリーや設定の中で、なんかこう、続編が作れそうな作り方をしてるってことなんですかね。まあ、やったかな、プレイしたかな、ちょっと覚えてないな。はい。ということで次、あれ。ということで、ポイント1。一新されたキャラクターグラフィック。3D モデルを一新し、ソフィーをはじめとするキャラクターたちが最新のクオリティで登場ということで。だから1作目も、がプレステ3、ビータとプレステ4だから、まぁ、ちょっとプレステ3やビータの方に合わせて多分デザインなりされたのが、プレステ4とかスイッチとかに合わせたデザインに変わってるってことでいいのかな。まあまあそんな感じで、はい。で、進化したバトルシステム。シームレスバトルや、デュアルトリガーなどバトルシステムも、一新。リードモアってあるね。なんだろう。ちょっと待って、さっきのやつリードモアあったのか。ないないないね。ないからいい。はい、とってリードモア。新しいタブで開くと。で、こんな感じなのかな。事前に用意しろって話ですよね。はい。ということで、あ、これか。もういきなりムービーが始まった。敵を攻撃するとその場で戦闘が開始するシームレスバトルで爽快なプレイを実現。
6人で戦う単性バトルでは、前衛3人と後衛3人の下2チームとのでの連携を組み合わせたマルチリーグターンバトルで、より戦略性のあるバトルが可能に、メンバー2人でタッグを組んで放つ必殺技、デュアルトリガーで強力な敵に立ち向かおうという感じでね。まあ何にしてもこのビジュアル面が昔と比べるとね、だいぶ強化されたというか、まあ、昔はまあ平面というか、まあ立体的かもしれないけど、まあちょっとこう、なんだろう、見せ方は、なんだろうな、FF でいう時のコトココロのファミコン版とかスーファミ版とかのね、あのぐらいのノリのやつが今の FF の戦闘になってるぐらいのね、ニュアンスで考えるとこう、進化がわかるのかなという感じがします。はい。まあ、とにかくいろいろ、すごいな。まあ結構派手なエフェクトとかがいっぱい入ってるってことですよね。うん、まあ、はい。で、他は、あ、これは後で出てくるかな。まあちょっと一回戻りましょう。はい。で、あとは、2種類のパネルで調合を楽しもう。不思議シリーズではならではのパネル調合も進化。難易度の高いリバースパネルでさらに強力なアイテムが作れる。ということで、これがさっきの、ここに、バトルの次の調合になるのかな。シンプルだけど奥深いパズル性抜群のパネル調合も進化。ということで、パズルのように新アイテムを作れる不思議シリーズならではのパネル調合も進化。難易度の高いリバースパネルが追加され、さらに強力なアイテムが作れる。ここまでは一緒だね。で、またストーリーを進めると、プラフタによる調合やパーティーキャラクターが調合を手伝ってくれる協力スキルが解禁。いかに活用するかが、より良いアイテム作りへの鍵になるということで、まあこれは要するにプラフタっていうのはなんか探してたはずだけども、見つかって、組み込まれること確定ってことでいいのかな、ネタバレじゃないのかな、大丈夫かなという、あと何が、まあ、ちょっとこれはまた戻りましょう。はい。で、あとこれはキャラクターの方かな。私の夢は、錬金術でみんなを幸せにすることだからねってことは、これがソフィーでいいのかな。あ、ソフィー・ノルエンシュラー。ああ。はい。ということで、まあ、まあ、じゃあ、キャラクター紹介はちょっとダダダッと。プラフタ。で、これが、ラミゼル。まあ、他にもいると。まあ、はい。で、美しいフィー、なんかもう少し調整の具合があれ。美しいフィールドで表現する不思議シリーズの世界。不思議シリーズならではのファンタジーな世界をアトリエ最新作にふさわしいクオリティで実現。さらに水や光の表現なども進化。広大な美しいフィールドで冒険やバトルを楽しめるということで。どうなんだろうな。でも、なんとなくこう、最新のグラフィックっていうよりは、割とこう、ファンタジーテイストで、ある程度のこの、なんか、抑えてる感じがありますよね。言い方はどうかわかんないけど、うん、リアルにいかないところはあるかと思います。あれ、で、早期購入特典。まあこれはいいや、早期購入特典とか、あ、他のゲームとのね連動とかの企画もあるみたいですね。まあこういうテクモさん結構この辺よくやるから。まあ、いろいろあるよってところなんですが、さっきのね、ところをちょっと追加、他の要素もなんかあったんで、ちょっとそこも見てみましょうか。天候変化。天候操作で活路を切り開け。各地で、決まった天候のままの世界、エルデビーゲでは、道具を使うことで天候を操作できる。天候を操作すると同じフィールドでも様々なアプローチが可能になる。必要に応じて天候を切り替えながら新たに受ける場所を探してみよう。また天候操作によって採取できる素材が変わる場合も。そうね、やっぱり、
あのアトリエシリーズっていうとやっぱりその調合して何ができるか、まあ、錬金術師だからね、そこがポイントなんで、そこを強化しようとするとその手に入れられるものが変化するっていうところの、あの進化具合から、まあ、天候変化で天候が変わるとそこで出来上がるなんか植物なりが違うとか、まあ、そういうようなノリなんでしょうね。でも錬金術師だから魔法使いじゃないからね、天候操作って何でやるんだろうね。でも このなんか変な装置でこう天候を変えてるのかな、どういうファンタジーなんでしょうね。でも錬金術っていうのはファンタジーかもしれないけど、でもなんか物と物を組み合わせてうんぬんだから、完全にこうなんか何もないところから作り出してる感じじゃないから、整合性はどうとってんのか、ちょっとそこ世界観のね整合性が気になりますよね。はい、あとはちょっとで、大採取、良い素材、じゃあより素材よりより良い素材を楽しく採取、大採取とは通常の採取よりも良い素材を入手する方法、対応する、採取道具を装備して大採取のポイントを調べるとミニゲームが開始、その結果に応じて品質アップや個数アップ、特定の属性を持った錬金成分になるなど、獲得素材に様々なボーナスが、大採取でより良い素材を入手し大いに調合に役立てよう。なんかもうたまにランダムでいっぱい取れればいいのにっていう感じはするけど、まあそのこの場合は多分そのミニゲームが面白いかどうか次第のような気がします。で、あとは。で、水晶の輝き亭、水晶の輝き亭で依頼をこなそう。カーチとノームが営む、水晶の輝き亭では、町の人から寄せられる依頼を受注することができる。達成した依頼を報告すると、報酬が獲得できるほか、ソフィーの名声が上昇。冒険者グレードが上がる昇格依頼を受注できるようになる。冒険者グレードが上がるほどより、難しい依頼をカティから紹介してもらえるように、様々な依頼に挑戦し報酬を手に入れよう。まあ、でもこれはイベント、なんだろう、ストーリー以外のイベントがここで依頼を受けられるって、まあ、ゲームによってあれ暴動だったりとかね、店だったり、いろんなこう依頼の仕方あると思うんだけど、まあそこのポイントが、まあ、の一つがこの水晶の輝き亭ということでしょうかね。はい。で、フォトモード。フォトモードで最高の瞬間を切り取ろう。パーティーメンバーはもちろん、ロイテールの仲間たちや魔物も、配置可能。なんだこれ。ポーズや表情などを選べるので、アイデア一つで様々な作品を作れるかも。冒険の一コマを切り抜いて、思い出の一枚を撮りましょう。フォトモードにスクリーンショットを撮影、する機能はありません。実際に撮影する場合はゲーム機本体や Steam のスクリーンショット撮影機能をご使用くださいということで、まあそうですよね。それはまあ PS4 でも Switch でも普通に写真撮れるけども、まあだからこれはなんかいろいろいじって SNS に上げたい人用とかだと思うんで、まあ個人的にはね、フォトモードって多分 PS4時代になってからできたかな。なんかいろいろこう入ってるんだけど、正直ほとんど僕はいじってないんですけど、まあご興味のある人には、まあ多分こだわりポイントなのかなという気がします。で、なんだ。温室栽培。温室栽培で高品質の、様々な素材を作ろう。ということで、ストーリーを進めるとアトリエの近くに温室栽培機が設置され、温室栽培が可能に、調合した種を晴れの温室や雨の温室などを様々な天候の温室に入れて、育てよう。種は調合によって入手することが可能。様々な天候と種を組み合わせていろいろなアイテムを作ってみよう。温室栽培ですが、収穫できない特性もということで。まあ、ここで、あのね、天候を変えていろいろできるけども、リアルな天候も変えられるというね、ことになってて、両方できるっていうことは、すごいですね。なんかシステムだけ考えると片方だけでいいような気がするけど、両方あるってことは、まあ向こうはアクションステージのね、天候変更は、まあもしかしたらキャラクターが行ける場所とかね、そこのアクションステージの、まあ、難易度の変化みたいなのもあるから、
まあそれに比べるとこっちの方がシステム的には作りやすいね、あのシステムなのかなと思いました。まあ両方あるのはすごいよね。まあ多分両方あった方がリアル感は、なんだろう、生活感は出るかなって感じはしますけどね。で、終わりか。ということで、まあ、こちらのね、製品情報に戻ると、まあ通常版、まあ PS4 とスイッチが出ると。リードモアってあれ、なんだろう。先に準備しとけって話があるんですけど、はい。で、これは早期購入特典のことか。ということで、製品情報の早期購入特典は、まあ、とりあえずソフィオ。あ、まあいいや、これ。うん、さっきのはなんか前置きだったみたいです。で、通常版が、8580円税込み、PS4 と Nintendo Switch ですね。で、あとダウンロード版、これはどうでもいいんだけど、で、デジタルデラックス版、これデジタルだよね。じゃなくて、デジタルはいいんですよ。デジタルデラックスウィズシーズンパス。あ、シーズンパスもあるんだ。まあ、とりあえずいいんですよ。パッケージコレクター的にはここですね。はい。プレミアムボックス、希望小売価格11,935円。で、これが多分 PS4 もスイッチも両方ともあるはずですが、内容的には、下記店舗は、拡大オリジナル、あ、違う、各店舗はどうでもいいんだけど、あれ下記店舗のここの部分はいいんだけど、その下ね、ソフィー専用先行配信衣装、新しい私ダウンロードシリアル、書き下ろしイラスト B3 布ポスター、エクストラトラックス、で、ビジュアルブック、ゲームソフトっていうのは、これが、このセットの内容ですよね。このプレミアムボックス、これですよね。まあ、この絵柄で見れば、まあいいか。ていうか、ゲームソフトのところに、このサンプルで、これがソフィーだと思うんだけど、これは、なんか、うん、まあ、いいでしょう。はい。いいっす。で、あとはなんか、特典、あ、これはさっきのと同じような情報になるから、まあいいや。で、戻って、で、あ、ここにも書いてあるな。プレミアムボックス。まあ、これは多分もう、まあいいや。で、スペシャルコレクションボックスっていうのが、まあ、あるらしいですね。これ多分、これさっきのにあったのかな？プレミアムボックスあった。これだね。スペシャルコレクションボックス。こちらは、書き下ろしイラスト A1、組み立て棒タペストリー。組み立て棒タペストリーか。特大クリスタルペーパーウェイト、特製クリアファイル2種。で、ソフィーのクジラネックスメタルキーホルダーと、あとプレミアムボックスの同梱物5点で、これは、ガストショップ、ゲームシティ、アマゾンとソフトマップの限定販売なので、まあ、他のお店でね、買いたい人は、そこの店に行くというか、予約にするなりしてくださいというところですね。まあ、いつものパターンですよ。要は、まあ、デジタルとかは、まあ、いいんだけど、はい。ということで、はい。タイトルがソフィーのアトリエ2、不思議な夢の錬金術師。プレステ4とスイッチとスティーム。で、ジャンルが、錬金術再生 RPG。プレイ人数は1人、0C で、通常版、希望小売価格8580円、税込み。プレミアムボックスが、11,935円、税込み。スペシャルコレクションボックスが23,100円税込みということになっています。はい。ということでね、個人的にソフィーのアトリエの一作目プレイしたかなっていうところから今、あやふやなので、まあちょっと、今からやるんだったらデラックス版 PS4 かスイッチ、多分そこら辺になるのかな。はい。ちょっとそっちを検討しようと思いますが、まあいつも通りね、アトリエシリーズっていうか、光栄テクモさんのシリーズ、だいたいこの辺は、通常版プレミアムボックス、コレクションボックス、まあ、あとはトレジャーとかいろいろあるんだけど、まず1個目の通常版と、まず最初にあるなんちゃらボックスは、これはどこでも買えますけども、その上のグレードのね、なんちゃらボックス、要はプレミアムボックスが、今回で言うとプレミアムボックスが入ってる、けども、より豪華なボックス、これは、一部の通販、狙いなので、そこら辺をね、迷わず、ちゃんと、購入されるとよろしいかと思います。まあ、個人的には通常版をいつかってところでしょうか。はい。
ということで、この動画が役に立った方はグッドの評価、チャンネル登録をよろしくお願いします。以上、サッカーでした。